はい、こんにちは、こんばんは、シャデです。今回はですね、ガチャ更新が来たということでお知らせ見ていきましょう。お知らせに来たんですけれども、2020年ハッピーニューイヤー福袋開催中、この12月30日月曜日に来ましたと。まあ、これになるね、経緯、理由は こちらにね、説明されているのでちょっと見ていきましょう。2020年1月1日0時のイベントスカウト等の新規追加更新はございません。いつもプロ野球スピリッツエースをご利用いただき誠にありがとうございます。例年1月1日0時頃は年始の急激なアクセス集中により、ゲームに接続しづらい状況や優勝アイテム購入時範囲遅延などのトラブルが発生する状況を鑑みまして、2020年は1月1日水曜0時のタイミングでのイベント、キャンペーン、スカウト、選手等の新規追加、更新追加は行わない予定となっておりますと。いや、これ本当にね、確かにわかる。毎年毎年4年間プロスピやってるんですけれども、2年ぐらいかな、0時、1月1日の0時にイベント更新があったんですけども、ガチャがね、めちゃめちゃ遅いんですよ、接続しづらい。まあ、調子くんがロード中になってると。で、そしてね、ガチャ演出なしに、なんかボックスとかに入ってるわけですよ。楽しみが1個なくなるんで。いやー、これはでも、正しい判断かなと、まあ、思います。すべてのお客様が快適にプロスピをプレイできるよう、何卒ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。なお、年末年始いただくお問い合わせ件につきましては、お問い合わせ窓口、年末年始の期間も対応しておりますが、お問い合わせ内容によっては2020年1月6日以降にご回答させていただく場合もございますと。まあ、こういう理由があり、今日12月30日月曜更新来ましたと。そして見ていきましょう。2020年ハッピーニューイヤー福袋開催中、2020年ハッピーニューイヤー10連福袋お一人様6回まで、購入1回目から4回目が、S ランク選手確定で、6回目も S ランク選手確定で、そして購入5回目には S ランク OB 3段1人確定と。で、さらに S ランクが出た 2019OB 第3段が 30% の確率で出ます。ハッピーニューイヤー4連福袋 A 以上の自チーム選手1人確定が、なんとこれ前までは、去年は無限回数がなかったんですけれども、お一人様10回までと。これね、一つ重要なんで言っておきたいことがありまして、10連福袋2020年、これ毎年毎年ね、なぜかわからないんですけれども、なんか10連ずつ増えていってるわけですよ。で、今年ね、とうとう10連増えまして、昨年は40連、で去年50連、で今年60連も、60面目までありますと。で、60年目は S ランク選手1人確定なんですけれども、いや、引かなくていい、最大50年。これ6回目引く人はまあ金持ちな人だけなんですけれども、6回目引く分のエナジーは、それはランキングね、回してもらう方が、まあ、いいと思う、いい判断だと思う。最大引くのが絶対ね、無課金も美課金も50連目まで、これは、頭のね、隅に入れていてほしいなと。まあ、欲しい選手ね、ちょっとパッパッと見ていきましょう。森選手、秋山選手が、今欲しいかなと。ソフトバンクはですね、グラシアル選手、モイネロ選手、柳田選手、千賀選手、森選手が欲しいかなと。楽天はですね、浅村選手が欲しいかなと。ロッテはですね、ちょっとスルーですね。巨人で、今欲しい選手は丸選手と菅野選手。ベイサーズで欲しい選手は筒香選手と、ソト選手。カープで欲しいのが大瀬良選手と相澤選手。中日で欲しいのは、ロドリゲス選手と柳選手と大島選手と。こちらですね、10連福袋ガチャの方に来たんですけれども、OB で欲しい選手はもうこの3人やね、オリックスの中村選手、巨人の松井秀喜選手で、阪神のバース選手と。なんかね、今ツイッターで回ってるんよ、阪神のバース選手とか、なんか選手画面の選手詳細かな、これを1週か何週かしただけで、固定の選手が当たるという、なんかよくわからんね、オカルトがあるんで、まあ、やっておきますということで、引きます。いやー、マジでここのタイミングで来るか、頼みます。 S ランク選手が1人確定。おっ、あれ2枚抜きもありなんか。だからね、 S ランク選手1人確定なんですけど、2枚抜き、3枚抜き、さらに OB 第3弾の選手が5枚抜きっていう可能性もある。いや、でもいいよ、アラブ首長国連邦が出たということは S ランク OB あるよ。いや、マジでね、興奮してんのに、ウイレさっきやってたんですけども、ディエゴ・マラドーナ選手が当たったわけですよ。いや、めちゃめちゃ今年、今バリバリバリテンションアップしてる。さあ、最後宮崎選手、山田選手、亀田選手、
あーこれラストでもラストなんだけれどもアラブ首長国連邦出てるんで頼みます。バス、おー高橋選手持っとる。なんでかぶりの選手が出るかな。72名ぐらい追加されてんのにもう60、100名以上、もう高橋選手じゃないんよ。ということで2回目いきます。マースマジで頼みます。バス、バスバスバス頼みます。2回目、Sランク 30% で OB 出るんか。で去年はですねこれで城島選手が当たったわけですよ。頼みます。お、え、なんか結構いいよ。アラブ諸国連邦出てる。アラブ諸国連邦は2回連続よ。頼みます。マジでバスお願い、ほんまにお願いします。あのマジでマジで松井さんか中村さんかバス、マジでマジでお願いします。よし、メヒアさん2枚抜き頼む。大島さん、おっ、岩下さん、なんで何回も岩下さん出んの。頼みます、マジで頼みます。ブラッシュ、歯ブラシ大好き。おお、武田選手、おお、なんでパットン、パットンフォーエバー。木村選手からのラスト、ラストでも来ました。いや、マジでバスお願いします。おお、今話題の人今話題の人ここで引いていくと、若月選手。いやーマジでなんか持ってるっちゃ持ってるよね。うん、ここで若月選手を引いていく。だから違うんよ。いや、なんでマジマジでお願いします。中村さんを拝めよう。もう一回中村さんを全部見まして、超アーティスト、引きます。3回目、4回目、5回目、あと3回しかないチャンスは、このうちに2回頼みます。お願いします。ほんまにディエゴ・マラドーナ当たったんよ。ディエゴ・マラドーナが当たったんよ。頼む。うわー、もう渋いって渋い、マジで渋い。うーわわ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 わ、これはえぐいって、えぐいって。頼む。もう糸井選手、住谷銀次郎。うわー、もうこれラストのパターン。渡辺亮さん、ガルシアさん、大竹さん、松井さん、ん、これはいい兆候である。頼む頼む、ほんまに、なんでなんでガチ切れそうなんやけど。マラドーナ当たったのになんでこっから出ないの。バースさんが外国人、同じモギー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 、え、いいゴロー。ほんまに 30%、 ほんまに 30% ですか。さすがにないでしょ。 S ランクは確定のうち OB30%、 マジでないって。本当に、もう頼みますよバースさん。うん、よし、見ました、 OK、 無欲できます。おーたーなんでたくかぶる&おうおーたー、ということで、3回目ラスト来ました。 30% も当たらず、2枚抜きもならず、うん、泣きそうマジで。いやー、これが闇か、これが闇か。うん、あーあああ、なんで、ホームランで逆転サヨナラのチャンス。なぜに帯第3弾確定選手。大見さん、うわー、ラストのみ。嘘でしょ、え、嘘でしょ、嘘でしょ、嘘でしょあー、マジか。ということで、ラスト引きたいなと。ファイヤー、
黒田さん、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 確かに黒田さん、黒田さん、いや、カープとしてはカープの枠がいなかったわけですよ。ちょっと見てみましょう。黒田さんはでも星、ちょっと見てみましょう。オーダー、リーグオーダー、黒田さん、黒田さんか。いいんちゃいいんよ。どこと変えるといえば、上沢投手、上沢投手と変えるか、カープ枠としては。黒田さんがどこにおるかな。まあ、ここに、鉄腕スタミナ営業もこれも蘇ると。黒田さんを入れましょう、OB 第3弾。で、カープ枠が開くんですよ、相澤さん。で、その3200の、選手がいるかな ?3200、いない。いない、誰もいない。誰もいないよ。え、3200の選手一人もいない。あ、草野さんいました。草野さんいたんですけれども、今日大胆不敵も消えると。はぁ3200の選手おらないやん。まあ、カープワークちょっと困ってたんでね、黒田さんを、限界突破使って、調合にして、カープワークとして、入れていきたいなと。はい、ということで、ハッピーニューイヤーで、全然ハッピーになれませんでした。